はい、楽天の昔話を楽屋で鉄平さんがただゆるゆると喋るだけの番組また始まりました。お願いします。お願いします。つくみ高校から大分の一同として入って、九州ですね。九州。あ、九州ね。ドラフトの時にあの大分から九州ってことで格上げになったんだ。どこかの記者がバージョンアップさせてくれたんで、ね、あの前回放送でありました僕二重丸の選手なんで。九州でしたか。九州でよろしくどうぞ。九州のね。九州の人でございます。大変失礼いたしました。その前評判の高かった土屋さんが、ね、あの中日ドラゴンズでね入って若かりしはもう2年目ぐらいまでひたすら試合にはまだ出られない状態。全然出ないですよ。もう紆余曲折もう言うたもんで本当に待って。あの試合出れてもスタメンなんかなくて、うん、最後の1イニングだけ守りで、うん、はい、あ、それファームですか。ファームもちろん1軍に、最初に上がったのは4年目なんで、もうそれまでずっとファームで、で1年目はファームでも試合ほとんど出れてない。なんかあの試合のスコアをつけたりピッチャーの投球内容をこう図に示したりとか、そうチャートです ねチャートつけてるっていうのを1年目はやってましたよ、うん、道具出しから、整備したり、したり、お弁当用意したり、お弁当さすがにそれはしてないですか。さすがにそれはしてないですけど、でチャート つけるのはでもその時覚えたんで、9分割とかね16分割で配球の表が出るあれですね、はいはいはい、でこう結果とかね 書いていくじゃないですか、あの書き方はね、うん、そこで覚えたんで、そこはね今ね役立ってますよ、解説する時に、うん、まあ、勉強する時なんでね、そうやってるんで、うん、あれ良かったですね。そういう下積みを経験して、うん、でその後は今度なんかしこたまねバッティング練習させられた、なんかそういうすごいメニューがあるんですって中日には。うん、まあまああの名物ってわけじゃないですけど、はい、あの落合さんが来てからですよね。まあ、練習大好きですからね。練習大好き、練習の鬼というか、うね、あの沖縄でキャンプするんですよね、はいはい、中日ってね。はい、で沖縄ってもう春でも秋でも暑いじゃないですか、うん、日焼けするんですよバンバン、はいはい、でも、ね、もう若造の僕はね、はい、外でなんか練習させてくれないんですよ、やすやすと、はいはい、お前はもう室内行ってずっと打っとけ、うん、って書いてるんですよ、土屋室内打撃ずっと上から下まで。何時間ぐらいもやってるんですか。5時間ぐらいじゃないですか。5時間室内打撃です。もうそれがずっとワンクール続いた時ね、あの日焼けするしそうだったんですけど、あの逆にちょっと白くなりました、ね、白いと、うん、ずっと室内で蒸し暑いです。本当にお前なんか白いなって言われて、あ、そうだから水飲みで1時間打ってちょっとで5分10分ぐらい水飲み休憩があって、うん、また1時間打って、うんうん、でまたちょっと休憩があってって言って、うん、それをまあ約4セット5セットぐらいずっと続けてました。何本ぐらい打つ感じなんですか。いやー、わかんない、もう数えきれないですよ、うん、もう自分がどういうふうに打ってるかもよくわからない。うん、なんか脇腹痛くなるぐらい打ったとか。あ、脇腹ね、あのよくあるじゃないですか、うん、脇腹痛で、はいはいはい、ね、まあ、これ腹斜筋って言われる、ね、はいはいはい、ひねった時にね、あのそうキュンってなるやつなんですけど、うん、もうあれもあの全然なってました、うん、でも痛いとはとても言えず、そうで痛いって言った瞬間、いいって言った瞬間にもうあんまり名古屋帰るって言われたんで、なんで全く言えず、やっぱり厳しいですね、治療もできず、でもその中でもなんとかスイングするためにはっていうところをね、まあ、頑張ってやりましたよ。過酷でしょう。すごいですね。なんかこうあのドラゴンボールの精神と時の部屋みたいな感じですね。一日か一年こもりきってね、ひたすらやるっていうね。そうそう。じゃあその精神と時の部屋から出てきて。うん、だけども中日ではちょっとなかなかチャンスがなくて、ね、はいはい、楽天に行きました、はい、2005年の秋でしたね。秋ですね、うん、まあ、今もやってるその秋季練習秋季キャンプみたいな時期でしたね、うんうんうん、覚えてます、どこでやったか。宮崎の日向ですね、はいはい、そう、オクラガハマ、あ、そこまで知らんすけど近鉄がもともと使ってたところですね、でそこでやってて、そこに合流して緊張したのを覚えてますよ、うん、当時ね、河北新報がね、やっぱり、ね、まあ、土屋さん、土屋が来ると言って、うん、土屋が来るって言ってね、注目最初してなかったんですけど、まあ、これは前にもね、ちょっとお伝えしましたけど、その後ね、すごくもう大注目してるんですよ。もう土屋さんフューチャーした長い原稿出てるんですけど、はいはいはい、それがなんかパソコンで動体視力を鍛えよう立体映像を使ってゲーム感覚、これやっぱりあれ、はいはいはい、ゲーマーの土屋さんに寄せた、まあまあね、
演出を球団が考えてくれたか、うん、かもしれない。まあ当時から僕ゲーム好きっていうのはまあ、うん、知られてたのかな。このパワープロで養ったバッタリ感覚。うん、いやだってこれ何2005年11月14日の記事でしょ、うんでね、僕ね多分チームに合流したのね、うん、あの10月末ぐらいですよ。ああ2週間ぐらいですね。2週間ぐらいで、うん、お前ゲーム好きだろ、あの行ってこいってなります。いやでも売り出し中ね、やっぱり若手ここまで土屋さんぐらい期待できる人は、いやでもそもそも僕である必要あります、これこのパソコンでこんなありますよみたいな、まあ、ありがちなのは、あの手っ取り早くおい写真撮りたいってカメラの人たち言ってから来いってパシで使われやすい人が来るっていうパターン、誰でもいいから的な、うん、若ければいい、あそういうちょっとやっつけ感がプンプンする、うんうん、でもやっぱりねバッティングに少しねキャラがある人じゃないといけないんで、やっぱりそういう意味では土屋さんよかったんですか、当時から評価されてたってことじゃないですか。ですか、うん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 、ちょっとねあの記事の中に写真があるんですけど、うん、これもまたあんまりいつも通り愛のない写真ですね。毎度ながら ねあの前回前々回ですね、はい、でこういうようないろんな練習をやらされながら、土屋さんドラゴンズ時代ひたすら練習してきて、で目指すはイチロー選手だっていうことで入ってきたわけじゃないですか、はい、その中で自分のこのねあの理想像に近づくためにどういうことをやってきたんですか。いやありとあらゆることです。ありとあらゆること。ありとあらゆること。もう自分が成長できそうなものだったらもう 何でもやりましたよ。うんうん、もう練習方法から、もう過ごし方から何から。普通はね、そのなんかいろんなもの情報多くなりすぎて何やったらいいか分からなくなっちゃって、はい、っていうパターンが多いんですけど、うん、なんか土屋さんの場合うまーくなんかねなんかこう。そう。いやでも簡単ですよ。でもそういうのって。なんでしょうね、あの自分ができるかどうか、うん、できそうかどうかで判断してましたよ僕は。だから言われてあなるほどなと思っても、うん、こうやってみてあできなさそうだなと思ったらやっぱりそれは捨ててたし、言われて、うんまあ、もしくは自分が思いついて、うん、あいいなと思ってできそうだったらそれはずっとやったし、うんまあ、ただそれだけのことです、うんうん、でもなかなかねそういう自分を持って取捨選択できるっていうのを難しいと思うんですよね。まあね、まあね、教えてくださる方はお前あの俺が言ったことやってねえなみたいな、あそうそうそう、そういうなんかしがらみみたいなのがありましたよ、ありましたありました。だからあの捨て方もあるでしょ、うん、うまく、うん、そんなできねえし、うん、その辺はうまくこの土屋さんのぬるい感じで流していって、いやいやいいんですけどちょっと難しいんですよみたいなね、感じだったかどうか分かんないですけど、キャラで得したところも、まあ、若干はあるかもしれないですね、若干はね、まあ、とにかくいろいろやりましたね。やりました。いろいろやりました。まあでもね、イチローさんにこう、うん、あの追いつきたいで行ったんですけど、うん、本当にさあの前回の話じゃないですけどね、うん、あのイチローさんを意識すればするほどね、うん、あの届かないと思った。これは、うん、あ全然、うんうん。でもその中でやっぱりね、いかに一塁にスピードを生かして早く到達しようかっていうスタイルがあった中から、はいはい、きっちりと強い打球をしっかりと打っていこうっていう風に、うんはい、だんだんシフトしていくわけじゃないですか、はいはい、それっていうのは周りからいろいろ言われたりしたものなんですか。あもうありますよ、うん、あと僕がやっぱやってて、うんうん、こういう風にペンっていくじゃないですか、うん、この打ち方があの決まればいいんですけど、うん、これね、うん、そもそも前に飛ばんのっすよ、うん、ファールになるっす。あなるほど、はい、だから、うん、まずはやっぱり強く振れないと前にすら飛ばないんで、うんうん、意味がないっていうところに気づいたんですよ。ヘロヘロヘロだったらこれでも前飛ぶんですけど、うん、ピュッて来られたら、うん、こうやってたら全部ファールもしくは空振りするんで、うん、これじゃ意味がないですよね、うんうん、あなるほど、そういうこともあってあ土屋はしっかり振ろうっていう風にしてるんだなって周りも思ってくれて、で前にも言ってましたけどね、野村監督なんかはあの足の速い選手だとね、お前俺の阪神時代に赤星に転がさせて、はい、あの新人を取らせたんだとか言って、よく大体みんなショートに打球転がして一塁まで速く走れって言われてましたけど、はいうん、土屋さんはあでも赤星さんもちゃんと振ってたでしょ、ちゃんと振ってましたね、赤星さんもこうやってパチンって、うんうんうん、あれが、まあ、それぞれ の、うん、あの出力があるんで、うん、それに応じて、うん、応じてですけど、赤星さんはでもしっかり振ってたと思います、うん、はい、じゃないと多分成立しないです、ね、これは誰でも、うんうん、っていうのありましたよ、うん、
いろいろ言われましたよ。お前こうやれ、ちゃんと振れ、どっちなんかなみたいな、俺はどうしたらいいんだっていうのは正直は ありましたね、時期の中で。しっかりと自分を持って、ぬるっとやってきたのが土屋さんであると。そう、なんとなくやってきた。なんとなくやってきたそうそうそういうことなんですね。これ土屋さんあれなの、楽天に来てあのドラゴンズ時代に培った、そのドラゴンズ時代は森野選手あたりを中心にパワープロのリーグ戦のようなものが催されていたりするわけじゃないですか確か、ね、はいはいはい、ああいうのが楽天に来てからもあったの。やったりしたの。やりましたよ。遠征地とかやりました、やりました。夜な夜なね、人を集めて、人集めてというか、まあ、誰かとねやったりしましたよ。でも僕ね、まあ、今だから言うんですけど、パワープロねめっちゃ強かったんですよ。らしいね、めっちゃ強くてちょっともう敵なし、らしいね、はい、で僕が普通のチームで調子が悪いみたいな感じでやって、相手はハンデつけてね、相手はもうオールスターの全員絶好調みたいなやつでやっても負けないですあ、土屋さんじゃもうこの全マシンみたいな、これこういうやつで打ってんの。強振でね、強振で打ってそれでも負けないか、まあよくてもこういい勝負になるぐらいで、ある先輩が、まあ、近鉄で俺はもう最強だったんだみたいな人が来ていて、まあ、楽天に行ったとね、でもパワープロ土屋パワープロ強いらしいじゃんと、来たんですよ僕の部屋に勢いよとね。誰？今マネージャーされてる方なんですけど。まだいる。一軍のマネージャーされてるんですけど今ね、方が、もう強いらしいじゃんと、俺近鉄で最強だったんだと、お前中日で最強だったらしいなと、やろうぜと来たんですよ勢いよとね、僕の部屋に、ね、帰り討ちにしてやりましたね。途中で帰りましたもん。接待パワープロとかないの？それない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 。だってそのもうだって二十歳上もらったようなもんですよ、肉声で。すっげえな。途中で、まあ、もういいやっつって帰りました。こうすこに打ちましたね。こういう遠慮のない人だから今の今までプロ野球界で生き残ってこれたっていうことなんでしょうね。行くとこは行かないとね、やっぱね、遠慮してたらやっぱりどうぞどうぞではダメなんで。なるほど。今はねどうぞどうぞ。まあ、ゲームの話はまた今後改めてやるということで、はいはい、今回この辺りで